酒ね、名城酒造さんの秋盛り大吟醸淡麗辛口。本日のおつまみはサンマの塩焼きです。今日もね、真夜中なんでね、こそこそ喋ってやりますよ。こんにちは、脂身長男です。おいっす。はい、今日もね、真夜中、せがれちんが隣で寝ているんで、電気を落としてね、小声でやっております。今日の日本酒修行、本日いただきますのはこれです。ドーン、見えないか。この間ね、飲み比べセットで買いました、名城酒造さん、名城酒造さんの、秋盛り大吟醸見えないか、これですね。秋盛り大吟醸、これいきたいと思います。淡麗辛口、アルコール度数は、15度以上16度未満、純米ではありませんのでね、醸造アルコールが入っております。精米部合は 50%。 まあ秋盛りって書いてるんで、どうなんすかね、秋酒ですかね、秋にその出荷されたお酒なのか、ちょっとどうかわからないですけど、飲んでみたいと思います。おつまみは昨日ね、公園で炭火焼きしてきましたサンマです。サンマと日本酒合わないわけがないですからね、これをやっていきたいと思います。じゃあ開封。アルコール入ってるのはよくわからないですね。これが入ってる味なのか、大吟醸の味なのかちょっとわかんないですけど、これは飲みやすいですね。いけます。日本酒ってこんなペースで飲んでいいんですかね、ちょっとわからないんでね。まあサンマでも食べながらちまちまやりましょうよ。昨日はね、焼いてその場で食べたんで、
塩だけで食べましたけど、今日は家なんでね、醤油もかけてみたいと思います。よいしょ。残念ながらうまいとまではいきませんでしたけども、ちなみにね、この、酒蔵名城酒造さんね、このお酒とかその買った飲み比べセットのね3本について詳細調べようとしたんです。まあ、日本酒度がいくつとか酸度がいくつとか、日本酒のね細かい数値を調べようとしたんですが、ホームページあるにはあるんですけど、ほとんどね商品解説なかったです。珍しいですよね。普通出してるラインナップぐらいはどこのホームページでも扱ってるんですけどね、なかったんですよ。だから日本酒度とかね、本当に、データ上げたかったんですけど全然見つかりませんでした。名城酒造さん、聞いてますか？ラインナップ出しましょうよ。せめて今販売してるラインナップぐらい出してください。お願いします。ああ、止める。途中で嫌になることないですね。300ミリなんですけどね、これぐらいだったらもうスッと全部飲めちゃいそうです。まあもったいないからこれぐらいにしとこうかな。サンマがうまい。はい、順調に食べ進んでおりますね。綺麗にサンマを食べることは僕の趣味の一つなんでね、残しませんよ。はいね、アップで見せておきましょう。今日飲んでいるお酒ね、名城酒造さんの秋盛り大吟醸淡麗辛口。数値がね全然どこにも書いてないんですよね。はい、こんな感じですね。大吟醸でございます。はい、これをね詳細知ってる方ぜひコメントにお願いします。
ごちそうさまでした。はい、本日のサンマも綺麗にいただきました。どうすか、残しませんよ。で、本日の結論ですが、大吟醸秋盛りは飲めました。まあ残念ながらうまいというところまでは感じませんでしたが、抵抗なく飲める日本酒でした。これで今のところ2つ飲んで、0勝0敗2引き分けといったところでしょうか。まあ今後もね、いろんな日本酒飲んでね、うまいと思えるまでね、この旅は続けたいと思いますんでね。はい、まあそんなこんなで次回もね、名城さんのね、お酒でチャレンジしたいと思います。今日はこのくらいで。脂身長男でした。おやすみなさーい。